空気感というか、が、いい感じにゆっくりと僕、ゆるりと、めりはりがね、メリハリが、そうですね、<あー> <laughs> 若き日の生命と広んのバディの関係が、私も見させていただいて、もう本当にぴったりで、最高の相棒だというふうに思いました、お二人のバディとしての撮影時のエピソード。 そして相棒としてお互い思うことがありましたらぜひ伺いたいんですがまずは生命役山崎さん染谷さんとの広政とのバディーいかがででしょうう今回そすね、あのー、広政と生命のよ全く同じ感じっていう普段は感じではないんですけど二人ともこうペースというか空気感というかが。 いい感じにゆっくりと、あのー、リラックスした緩い感じでしたよね、はい、緩く楽しく撮影できて、すごいいい時間だったなと思ってます。あれだけ2人、緊迫した状況に置かれたりしているシーンも多かったんですが、でも一旦カットかかったりとか、その間もほんわか本ムードの2人だったんですか、何か。すごく ゆるりと <laughs> <laughs> やってましたよね。メリハリがね、メリハリがそうですね。<ー>やるときはやる。やるときはやる。もうゆるつときはもうとことんゆる。ゆるっとするたりでのんびりしてましたよね。え改めて佐藤たさんねそのヒロマ見た生命とのバディ関係今回いかがでしたか。いやもう最高でした。もういや健斗くがこうすごくリラックスして現場に。 いてくださるので自分もリラックスできてで自然とそこからこうお芝居に入っていくといいますかこう変に力が入ることなくこうリラックスした状態を健人君も作ってくださったので本当楽しかったし居心地よかったしあっという間にえ3ヶ月ぐらい撮影してましたけど、はい、もうあっという間でしたね、うん、終わってしまったそういう感じです。はい さんから見てこの2人の人バディー感ってどうあの本んにちょっと羨ましいなと思うぐらいあのお二人の息がぴったりで素敵だなと思ってましたしうん、うん、生命のクールさと廣政様の,そのチャーミングさがお二人が一緒にいることでより際立って見えるような気がして。 あのすごく素敵なバディだなと思いながら、え、初共演ですか。お二人。いやいや、いやいやあの。ある意味。ある。あります。あの三、三回目であ。あるんだって。だから。<laughs> あるんだって,ってで, <laughs> <の>でも、こんなにがっつり。がっつりを始めて、ね。がっつりを始めて。あ、そうなんですね。はい、そんな、なんだかすごく長いお知り合いなのかなって思うような空気感が。<ー>一目でわかるような空気感がお二人に漂ってました。 でも改めてその山崎さん、がっつり共演始めてとおっしゃってましたががっつり共演してみて分かったこととかあったたりしましまそうですね、えーえー、なんか、えー、結構、そのデビュー作で染谷君と一ご一緒してその時にもうすでに染谷君はもう何,何年もこの世界にいてもうすごい落ち着きがあってもう完璧な人だっていう。 イメージだったんですけどちょっとこう抜けてるとこがある感じとかおっちょこちょいなとこがある感じとかでもおっちょこちょいすらも冷静にこういなしてる感じが可 <laughs> 愛い,いなと思って <laughs> 染谷くん最高だなって思ってました、はあ、<え>どうですか染谷さんいやもうでも本当にいつも表彰と、はあ 難しいことをひょうひょうとこなされるんですよね、いや本当、羨ましいなと思って、自分はすごくですか、ね、こう悩むとう内に入っていくタイプなんですけど、こう全然、なんかもう、なんですかね、いや、羨ましいんですよ、すべてが。<laughs> 悩んだとしても、なんかあーって言って、でもひょうひょうとこ,うこなしていく姿がかっこいいなと思って。はい